せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい。はい。というわけで。今日は、うん。夜景が見たいの。見たい。うん。見に行きたいね。見に行きたいの。ただ、うん、外には出れないんです。いや、そうなのよ。いろいろね。もう。諸事情が諸事情を重ねて。世の中ね。そう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 。うん、でもね。うん。もう言ってたじゃん、ずっと。うん。夜景見に行きたい。行きたいって言ってた。うん。うん。というわけでね。はい。探してきましたよ。てね。家庭用プラネタリウム。おぉ。よくない？うん。いい。ね、うん。これだったらさ、家の中でさ、うん、夜景じゃないけどさ、星空を楽しめるじゃん。はいはいはい。そうそう。いや、まあね、たまたま見つけて、うん、これはいいと思って、うん、買ってきました。わー、ありがとうございます。ひょにょ。これだったらさ、うん、まあ、外じゃないからさ、寒くもない。確かに。うん。確かに。そう、しかも、家の中でロマンチックな、ちょっと、いやらしい気分になれるじゃん。はい。はい。というわけで、やっていこう。やっていこう。終了。そしたらちょっと開けてみようか。うん。なんかね、天井とか壁とかに投影させるみたいで、うん。そうね、12月中旬の深夜0時頃の東京から見える夜空を再現したよって。うん、なるほど。だからまあ、今1月だけど、はいはい、はい。まあそんな変わらないよね。今見えてるようなやつが見えるみたいな感じらしい。こんな感じ中身。何これ？あ、ここがあれなのかな？投影する。なのかな。可愛くない？なんかさ、ハローみたい。確かに。はん？ハロー。ハローって何？ガンダムに出てくる丸ロボット。あ、そうなんだ。へぇー。終了。電気消す？お、行きますよ。うん。ほぉー！ちょっと待って、みんな見えないよ。見せるね。うん。行きますよ。せーの。わー、綺麗。映ってる？映ってる映ってる。あ、すごいね。すごいね。いいじゃん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 。いや、すごいこれ。すごい綺麗じゃん。え、ちょっとみんな見えるかな。顔は見えないけど。そうね。わ、でもすごくないこれ。うん。わー、すごい綺麗。綺麗。ロマンチックだね。うん。綺麗だね。うん。見て、しょうちゃん。なーに？めちゃめちゃ綺麗じゃない？ね、綺麗だよね。綺麗です。すごいね。幻想的。一見、家の中なのに幻想的な感じでさ。うん。すごいよね。寝るのもいいよね。確かにいいね。うん。なんか思い出話しようよ。思い出話か。おととしだっけ？何が？クリスマスのちょっと前の時にさ、行ったじゃん。行った。あそこどこだっけ？恵比寿だ。恵比寿ガーデンプレス。うん。うん。ね。来ましたね。これからも、末永く。僕の隣に来てくれますか。よろしくね。覚えてる？覚えてますよ。俺からもプロポーズみたいなのしたじゃん。うんうん、はい、来ました。ね、翔ちゃんからも何回かやってもらったけどさ、何回かやってもらったっていうのもおかしいけど、プロポーズの言葉何回もらってさ、そうだな。そう。そのお返しじゃないけど、俺からも伝えて、うん。なんか懐かしいね。懐かしいね。うん。あっという間に1年経つんだなって思う。早いよね。うん。でもなんかそれもなんかいいなって思う。そうだね。うん。うん、これから先さ、もっともっとずっとずっとさ、一緒にいるわけじゃん。うん。ね、たくさん思い出作りたいよね。そうだね。うん。終了。終了。なんでカメラに近づいたの？もういいかな。終了。はい。というわけで、はい、まあなかなかね、外に出る機会が難しくなったこのご時世ではございますが、まあ家での楽しみ方もね、いろいろあるかなと思って、うん。ありがとうございました。ね、なんか逆転の発想で外に出れないってなったら、じゃあ家でどうするかみたいなね、感じで考えるのもいいかもね。そうだね。うん。確かに。
不憤じゃねえ、不憤じゃん。はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。私たちもプラネタリウムに行きたいと思ったらチャンネル登録と、私プラネタリウムになりたいって人は高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。